こんにちは、今日の、キャリキャリチャンネルは、僕、一人で、やらせていただきます。はい、ダイと言います。よろしくお願いします。じゃあ、早速、今日の、お題お願いします。今日はダイさんに、はい、100の質問が決まりました。100の質問、今から100個言っていきますので、はい、リズムよく、リズムよく、はい、分かりました。100個了解しました。はい、はい、いきます。はい、生年月日は、1974年、7月26日。出身は、埼玉県ですね。血液型は B 型。身長は何センチ？170センチ。出身大学は一橋大学。はい。よく言われる第一印象は、太ってる。周りに言われる性格は、周りに言われる性格、ちょっとよくわかんないですね。うん、あんまり言われたことないかな、うん。ついやってしまう癖は、いじりすぎちゃう人を、うん、いじるのが好き。自分を漢字一文字で表すなら、大ですね。はい。テンションが上がる瞬間は、テンション上がる瞬間、スポーツ見たりとか、最近だとオリンピックやっぱり、うん、テンション上がりました。好きな芸人は、これは難しい、いっぱいいるな。結構芸人全体好き。好きな女優は、特になし。自分の長所は、やると決めたらやる。自分の短所は、ダイエットはやると言ってもやらない。始めてみたいことは、ドラムを習いたい。楽器をやったことない。うん。今熱中しているものは、今熱中しているのはゴルフとテニス。座右の銘は、特になし。今までで一番辛かったことは、それはいっぱいもない、いっぱいなのかな。一番、ちょっと一番つけ、こうつけがたいけども、起業前の下積み期間、が、まあ、僕にとっては本当に辛かったかな、うん。一番楽しかった、楽しかった、うん。でも基本人生、まあ、日々楽しいです。はい。休日はどう過ごしてますか？基本家族と。持っている免許や資格は？運転の免許、あと、まあ、英語、英検とか、あとコーチング、ファイナンシャルプランナー、世界遺産検定2級も最近、受かりました。1級は落ちたのでもう1回受けます。携帯の待ち受けは、家族。睡眠時間は、7時間ぐらい。起きたらまずすることは、顔洗う。寝る前にすることは、特になし。ギリギリまで、取りためたビデオ、テレビの録画見てます。好きな食べ物は、いろいろあるけど、すき焼き。しそ、みょうが、パクチー。好きなゲームは、好きなゲーム、ゲーム自体は好きだけど、特にこれというのはないです。最近怒ったことは、怒る、アングリー、怒ったこと、怒ったこと、ちょっと思い出せません。あんまり怒ってない気が自分ではしてます。はい。最近感動したことは、オリンピックですね。特に卓球の、混合ダブルス。はい。最近のマイブームは、なんだそれ、マイブーム特になし。よく使うスマホアプリは、なんだろう、地図見るの意外と好きなんで、 Google マップ。ズバリ何フェチですか？なんだそれ、特になし。よく見る YouTuber は、よく見る YouTuber、中田あっちゃんとか、あとリラクルの創業者の人とか、誠が結構おすすめしてくれる動画見てます。はい。無人島に一つだけ持っていくなら、わかんない。好きな国は、好きな国、好きな国、でも日本好き。一番好きな都道府県は、マニアック。一番好きな都道府県、うわー難しい。意外と山形とか秋田、一番人絞れない、東北結構好きです。うん。占い信じますか？全く信じない。ストレス発散方法、あんまりたまらない。最近成長したなと思うことは、なんだろう、成長したな、怒らなくなったかな、以前と比べたら。高校のうちにやるべきことは、高校生のうちにやるべきこと、勉強じゃない。明日地球最後の日なら何をしますか？美味しいものを食べる。一番好きな曲は、どれとは言えないけど、ブルーハーツが好きです。一人でいる方が好きですか？みんなか、一人か、一人の方が好き。
奥さんの好きな手料理は、うん、なんだろうな、なんか唐揚げをこうタレに絡めたやつ、油淋鶏みたいなやつ、うん、奥さんの好きなところは、自立してるところ、しっかりしてるところ。今年一番高かった買い物は、うん、なんだ、全然買ってないな。一番高かった買い物、まあでも大きいテレビかな、うん。ちなみにおいくらですか？結構した気がするけど、なんかあれも、まあ、家電量販店行って あれもこれもって買ったんで、まあでもそれでも、まあでも今そうかな、会計は80万でした。はい、ちょっと、はい、今までで一番高かった買い物は？なんだろう、それはなんだろう。あ、さっきの訂正、今年一番高かった買い物、あ、でも80万の方が上か。豪華列車の旅に当たったんですよ、抽選。ロイヤルエキスプレスっていう、やつと、あと今度、まだ今度それこれからなんだけども、トワイライトエキスプレス水風っていうやつですかね、それはもう、それも80万円ぐらい、1泊2日でまあそれ高いなと思いますね。はい、まあでも楽しみにしてます。はい、うん、子育てで大変なことは、正解がわからない、うん、子供になってほしい職業は？ああ、いやでもやっぱり自分で何か授業はできるようになってほしいかなと思います。子供にはどんな大人になってほしいですか？そうだな、自立した大人。お金を貯めるのに気をつけていることは？なんだろう、お金を貯めるのに、あんまり意識したことはないです。はい、うん、あのなんか無駄遣いとかもあんまりしてないです。うん、お金がない頃に特に欲しかったものは？うん、あ、でもそれはやっぱりお金、本当に、うん、本当にそれは。最高年収は？あのご想像にお任せします。はい、家にいる時間はどれぐらい？あんまりいないかな。うん、今の家のこだわりは？特になし。お金を持って一番贅沢したことは？いや、まあ、お金持てるようになって、まあ、やっぱりあの住むとこかな、住むところが、まあ、ベタですけど、あのタワマンになりました。まあまあ、でも本当に学生の時とかはあの家賃3万とか、3万5千とか、本当ボロボロの同級生の中で一番ボロいところとか住んでたん でそこですかね、一番ギャップがあるところで言うと。生きていて一番幸せな時は？一番幸せな時、いやいや、美味しいもの食べてる時とかかな。まあ、あの日々楽しいです。経営者になって良かったことは？まあでも本当にやりがいがあって仕事が楽しいことですかね。経営者になって苦労したことは？最初のうちはこう人の育成とかもうまくいかずに、まあ、社員がどんどん辞めちゃって、で本当にあの潰れそうになりました。尊敬する人は？尊敬する人、特に具体的にっていうのはいないですけど、まあ、スポーツ選手もそうですし、会社の経営者もそうですし、何かこう、そうですね、初めてのことを、まあ、初めてのことを今日切り開いていったりとか、何か新しいことに、何かに挑戦してる人っていうのはもう、なんかすごいなと思いますね。うん、憧れの経営者は？憧れの経営者、特にいません。初対面で一番最初に見るところは？特にありません。疲れた時のリフレッシュ方法は？疲れた時のリフレッシュ方法、まあ寝る、早めに寝る。最近特に注目している人は？最近注目している人って言われると特にいません。経営は学校で学ぶべきか、独学か？まあ、学校で学ぶよりかもやっぱり実践で学んだ方がいいと思うんですけど、独学というよりかはいい師匠ですよね。まあメンターっていうのか師匠っていうのか、まあそういう信頼できる人をいかに見つけるかっていうのがすごく大切だと思います。一般的に言われる成功法則で絶対に違うなと思うことは？はい、例えばなんだろう、なんだそれ、考えたらありそうだけどすぐ出てこない、すぐ出てきません。成功する秘訣は？やっぱり信頼できる師匠を見つけること、うん、人材育成で気をつけていることは？人材育成で気をつけていること、その人の、長所を伸ばす。
人材育成で失敗したことは？いっぱいあります。本当にいっぱいあります。失敗したこと、期待のしすぎとか、こっちの要望を押し付けすぎ。誰かとご飯に行ったら食事代は出してもらう？いや、基本出します。日本以外でビジネスするならどこの国？可能性感じるのはもう中国、インド。一軒家を買う予定はありますか？まだまだ先ですけど、10年後、20年後、買うかもしれません。海外移住する予定はありますか？具体的ではないですけど、するかもしれません。今欲しいものは？欲しいもの、特にありません。買うかどうか慎重に考えるのはいくらから？これも値段に、限りません。もうその価値があるかどうかですね。はい。今までに一番お金をかけてきたものは何か？何なんだろう。税金じゃないですかやっぱり税金、いっぱい払いましたね。いっぱい払ってます今も。はい。物欲は多い方ですか？いや、少ない方です。一番最初に登った山は？お、山の話。一番最初に登った山って今思えば何なんだろう。筑波山。はい、茨城県にある山ですね。一番思い出の山は？甲斐駒ヶ岳。一番登るのは大変だった山は？剣岳。山登りの魅力はどんなところ？はい、もう達成感と見たこともない景色、下山後の温泉とビール。初めて山登りする人におすすめする山は？木曽駒ヶ岳。ロープウェイで結構なとこまで行けて、3000m 超えの登山ができてすごい景色。どうして山登りを始めようと思ったんですか？痩せられると思ったからです。人生最後に登りたい山はどこ？そんな山はない。もう人生最後にないですね。もう最後は山なんか登りたくない。今年行った場所で思い出に残っているところは？今年か、コロナだもんね。コロナ禍でね、どこ行ったっけね。でもあれですね、ロイヤルエキスプレスっていう電車に乗って行った、伊豆なんですけど、すごく特別な、今までにはない旅行でした。今年あなたに挑戦したことは？テニス。今年嬉しかったことは？嬉しかったこと、なんかいつも楽しんで、なんかこれっていうのはないですね。コロナは仕事に影響ありましたか？影響はもちろんあります。ただ、プラスの、マイナスの影響ももちろんあるんですけど、プラスの影響もあるので、総じては変わらないです。コロナで私生活は変わりましたか？やっぱり変わりましたね。外で、やっぱり飲んだりとかご飯食べたりする機会が減って、家でやっぱり過ごす、家でご飯食べる機会が本当に増えました。コロナが落ち着いたらまず何をしたいですか？外食、飲み会。仕事は何歳で引退したいか？仕事は何歳で引退したいか、仕事は好きなので、特に引退をしたいとかっていうのはあまり強い方ではないですけど、でも、僕個人的にはやっぱりこう老害っていうんですかね、あんまりこうどんどん若い人たちに権限とかそういうのをバトンタッチしていった方がいいっていう考えなので、やっぱり、僕自身がやっぱりバリバリやるのは50歳までかなというふうに思ってます。今後どんな自分でありたいですか？今後、まずとにかく健康、ですね。はい。仕事をする上で一番のやりがいは？人の成長とか、に本当に貢献ができることですかね。どんな社長と思われたいですか？どんな社長、でも信頼できる社長だと思われたいです。仕事をする上で心がけていることは？仕事をする上で心がけている、とにかく自分たちの会社の強みを、生かす、そこを心がけています。人生最大のピンチは？人生最大のピンチ、人生最大のピンチは何だろうな。浪人生の時に親父と喧嘩して家出して、住むとこがなくなった時。人生とは？人生とは
わからない。はい、100個の質問を振り返ってみての感想をしてください。あっという間でしたね。あっという間でした。うん、あでもこうやっていろいろ聞いてもらえると自分を知る機会にもなりますね。はい、また次の着もお持ちしてきます。あ、分かりました。楽しかったです。はい、ありがとうございます。はい、はい、キャリカレチャンネル、よかった方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。はい、あとですね、LINE アットに登録していただけると、20代で、1000万円以上稼ぐガイドブック、っていうのをプレゼントしておりますので、どしどし LINE アットの方にも登録していただければと思います。で、会社でね、働く仲間も、僕たち募集しておりますので、まあ、これからね、何かこうやっていきたいっていうので、まあ、働きながらですね、まあ、キャリアアップをしていくだったりだとか、まあ企業経営勉強したい、将来いつかね、自分で何かやるためにいろいろ学びたいっていう人はですね、ぜひぜひ LINE アットの方からメッセージいただければですね、会社の見学等も、しておりますので、どしどしそちらの方もご応募いただければと思います。